形に見えない？あ、きっとこれと同じ形をしたものが落ちているはずよ。一緒に探さない？俺にはアジフライにしか見えないんだが。もう何よそれ、タクーのバカー。キドー君。お、どれでも好きなの、どれでも好きなの。何、食べてあげてよエータ。いや、でもこんな小さな弁当なのに。だから焼き餅焼いて乙女の会を潰そうとしてるんでしょ。図星ですか。バカにしないで。彼氏くらいいるわよアホー。うまい。いやマジうまいよ。お外走ってくる。え？お外走ってくる！おい！かっこいい。これからあなたのことラブマスターと呼ばせてほしい。マスターでもなんでも好きに呼べばいいじゃない。はあ、女の子ってめんどくさい生き物だな。エータと一緒ならどこでもいいんだよね。な、何言い出すのよバカ。バカの、バカなこと言わないでよバカな。というわけで今日も付き合ってあげるわ。誘われたけど断った。まさか秋篠姫かと。誘われれば断る。いやもうおまじない大成功。女の子らしくてさ。ノート代弁償させてくれ。それだけ？じゃあどうしたらいい？弁償だってこと。バカバカ、意味わかんないし。気をつけな。この俺のキスは烈風山と呼ばれている。そんなのは嘘。嘘には嘘。絶対嘘だもん。レプーザン、レプーザン、レプーザン、レプーザン！アネコー！なるんだよ。あんなの嘘に決まってるじゃない。なんですと！あんなにのろけてたじゃないか！デートしてるとか言ってたじゃないか！じゃああれか？あれも全部妄想か？自慢じゃないけど妄想は得意中の得意なのよね。裏切るの？だってアイちゃんタックン好きなんだもん。卒業したら入籍するんだもん。子供は3人欲しいんだもん。落ち着けあーちゃん。しっかりしろ、風紀委員だろ。ごほん。というわけで口説かれたふりはおしまい。キドー君に。冗談じゃないわよ。私だって相手を選ぶ権利があるんだからね。でもコーチだから仕方ないわね。いやいや、やってあげる。いやいやよ。いやいや。さあキドー君、来なさい。私綺麗かな。タックンのお嫁さんにふさわしい。どういうことだこれは。白幕の方が良かった。そうじゃなくて、なんで花嫁衣装選んでんだ。いやーん、そうよね、ご両親とお会いするのが先よね。アイちゃん慌てんも。フリー、本気で口説かれてはいなかったと。当たり前でしょ。どうして私が落ちなきゃならないのよ。キドー君なんかに。エータ君、もう一度さっきのを。レッツーザーダックン大チョキ。次、ツンコ。
漫画とかくだらないし、私はそんなの読まないし。じゃあデデコ、タックンと漫画をきっかけにお話できるかもしれないし、絶対読む。ってどれがデデコですか。待てないなんて彼氏失格です。見て見て、水着買った。お、高速第三条2項、外出時は制服を着用すること。何考えてるの、私服とか。ウェディングドレスに言われたくない。なかなかポイント高い。いじらしい恋心が伝わってくるね。嘘嘘嘘嘘、絶対嘘です。私タックンなんか好きじゃないもん、大好きだもん。だから違くて今のなしで。アイちゃん遅く走ってくる。どうしてこんなになるまで声かけなかったの。もう野菜はいいからお米を研いでちょうだい。あ、洗剤は使わないけどね。お米に洗剤なんて使うわけないじゃないですか。あなたがベタなことしたから言っただけだし。ちょっと待って、ハンカチ。あれ、ハンコ。ハンコ。なにそれ。なにこれ。いやー、もう最高。あいつは大丈夫。事故だ、間違いだ。よろしく聞いて。たっくん、ありがとう。夏子はマスなんか気にしてたのバカみたい。たかがだって話を、高速力ないし、婚姻届が最強だ。